到着しました。なんだけど、ミミチが電車乗り間違えちゃったらしくて、スンスン泣いてるかも。こうギリギリで着いたみたいなので、お迎えに行きます。ミミチだ。おはようよちよち、無事に着けてよかったね。めっちゃ焦った。焦るよね。よかったよかった。なんとか間に合った。おにぎしちゃん買えなかったね。でもごめんね。ひとちがパン持ってるから半分こしてたよ。めっちゃパンでー。ではありがとう。とび飴でーす。かわいい。ちょっと見てるの。ちょっと見てるの。見えてないよ、小さいから。概念だから。こうやってこうやって見せてやりな。はい、無料で乗ってるんだからわがまま言わない。え、トトミミクロンよ。わー、輝いてるわ。晴れてる。雨予報じゃなかった。ちょっとそうだね。来ました。これに乗ってきたよ。結構怖かったよね。うん、閉められた時にガチャンって起きようとしたよね。着いたー。眩しい眩しい。風強い。仲良くなれそう？うん、お目々ニコニコなんだけど。やば。ほんまやんけ。美味しそうすぎー。やったね。やったね。いただきまじる。めっちゃチーズ。マジ？絶対好きなやつ。ちょっと。美味しい。ちょっと半分より食べちゃったか。もう一個買う？申し訳なくなってきた。これをうまく割れなくて。全然いいよ。100円。安い。そうか、こんなんただです。もう無料0円ですからね。1個あげるよ。あ、1個くれるの？あげる。ありがとう。ここに来てるんだけど、お目当ての番組がまさかのラグビーワールドカップで、なんか知ってたんだよね。結構時間ある。そうなの、うん、この快適な空間を使って、うん、分かった、うん、トトチがミミチの髪を可愛くする。マジで、うん、で、可愛いうちらで一日過ごして、うんうん、なんかお寿司とか食べて、うん、え、寿司あげよう。ときめきの時間ってこと。手わかんない。髪の毛巻き巻きたいかいと。コロナ見出しちゃった、うん、北海道の地で見るのにめっちゃロマン感じてた。心が泣いちゃってんだ。心泣いちゃってる。この人今心泣いちゃってます。心泣いちゃってる。笑顔だけど心泣いちゃってるよね。トトチは心どう？トトチは北海道帰って楽しいから全然後悔しない、うん、そうだね。だって別に次全国で流せるように頑張ればいいんじゃない？確かに。え、謎に最初で最後のみたいな。だってうちらこそちゃうじゃん。トトチが良ければまあいいかなって感じになってきた。ミミチは、うん、これをさ、うん、うちら2匹で抱え込んでたらさ、うん、なんか悲し
しいお話だけどさ、うん、みんなが見てくれるじゃん。これもだってみんなが見てくれてるじゃん。うん、トトチそれで割と満足した。やんち。かわいすぎー。元気出てきた。モチベアップ。モチベアップ。やったね。かわいい。トトチはなんでヘアメイクできるようになろうって思ったの？トトチは昔美容師さんになりたかった。そう。そんなに歌も上手くてダンスもできて、声もできるのに美容師さんにもなっちゃったらもうさ、何足のわらじよ。うちのおばあちゃんが美容師さんで、うん、かっこよくて、みみちがいつもやらせてくれて、なんか嬉しい。え、嬉しすぎ。ちょこちょこのちょこだね。3時過ぎ、だから1時間半とかできないかな。そうだね。え、どういう3時間夜ご飯になっちゃう。本当じゃん。いや、ディスカンとかもあるっぽいし、めっちゃいいじゃん。しかしてまたいい旅になっちゃうんじゃない？始まっちゃうの、うちらの伝説が。伝説が。伝説ストーリーが。物語と書いてストーリーが、うん、見えてきた。あ、ちょうど看板がピッコロでお星ポーズどうぞ。じゃん。トトチは金カム好きだから。もう本当に嬉しい。聖地なのよ、金カムの。行ってみよう。ジンギスカン、急に食べれることになった。え、嬉しい。年々に教えてくださった、ね。たくさん食べるところもあるし、すごいね、ビールは。めっちゃすごい。嬉しい。やったね。あれね、てっぺんに立ってたりしたのよ、金カムのキャラが。嬉しい、なんか本当に来ちゃった。急に聖地巡礼しちゃった。やったじゃん。行ってみよう。それぞれの説明です。北の大地に乾杯。どうぞ。おいしい。ハッピー。あ、綺麗に一つ止まれた。うれしい。お願いします。ハンカーミルコさんの可愛い。いいじゃん。オッケー。こっち見て。はみ出ちゃってるの。いただきます。本当に大きいの。すみません。眺め雄大な大地すぎ。やば、知らなかった。昨日夜に到着したからさ。そうだね。一番リーズナブルなコースにしたんだけど、たまたま9階そうで、めっちゃいい部屋だよね。なんか鳥さんいる。これはうちらが寝ていた抜け殻です。トトチ枕めり込みすぎじゃない？ボイスでも乗せて飲みかけであれなんですけど、そしてこれは2本目なんですけど、ソフト活源でございます。美味しすぎ。おすすめです。しかも安い。急に犬さん。愛された犬。かわいい。白い恋人パークに来たよ。かわいい。コックボーって初めてかぶったかも。ほんとだ。
かわいい。このまま食べたい。ほんとじゃん。バリ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 。ここでさ、このまま食べた人いいのかな。わかんない。ファンキーだよ。ファンキー。ちょっとですけど、どうすればいいですか。ペンがね、もともとこれがついてくる。うん、プラス、ミニチが、もう、そう、かわいいやつ用意してくれて。300円だったから。ねえねえ。最高じゃん。大さん、どうしよう。トコチのこと書くよ。大きく言うから。完璧がすべてじゃない。そう。毎日。そこに3文字。毎日ピース。え、待って。15分くらい経ったのにさ、枠しか書いてないじゃん。気づいてると思うけどさ、うん、結構マイペースだと思う。そうだね。ごめんって思いながら。え、いいよ。なんかむしろミミチ衝動でしか動いてないから、ちょうどいい2匹なんです。いやー。これもピンクさ使えてない。え、ごめんすぎ。まだある。全然ある。全然使ってないよ。ウェブの練習時ここでピンクやばできた。なんか負けた。最後の仕上げ。どんな顔だっけ。お口ピンクだよね。ミニチのこだわりポイントだったね。様になります。はい、すごい優しくだよ。くる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 。はい、こちらと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。左側茶色の。今ね、白いコントパークの中にね、ピアノってさ、うん、じゃあミミチ、一曲お願いします。ありがとうございます。